はい、XO の解説第4弾、今回で最終章となります。パラーアウトや書き出しを使用したダウとの連携、そしてエフェクト部分を確認していきます。先にこちらエフェクト部分見ていきます。各キットにはセンドリターンとして2つの空間エフェクトを適用できます。こちらが1つ目のエフェクト、そして2つ目のエフェクト。エフェクトの種類はこの下から決めていきます。例えばこのスネア、今エフェクト1に対してこのぐらいの適用量となっています。0で効果なし。上げていきますと送られる量が高くなっていって、このエフェクトの効果が強くなるという感じです。今マックスでも控えめのサウンドでしたので変更してみましょうか。プレートにします。このような形でサウンドのキャラクターを変えられるほか、この部分から長さ、そしてトーンですね、広域の強調、逆に低域の強調、このあたりでコントロールができます。最後にエフェクト自体のボリュームですね。このような形で最適に調整することができます。今エフェクトに不定音符のディレイが入っていますので、これを上げていきますと、このあたりを組み合わせる、もしくはですね個別で設定していくという感じで空間の表現ができます。ここからはですね、キット全体のボリュームバランス、そしてピッチをコントロールできます。ピッチは前回紹介していますけども、これらに対してオートメーションを記録することもできます。例えばこのMIDI、第2回目でやっていますけども、書き出してこちら同期はオフ、あとはライトボタンを入れて目的のパラメータを動かせば、これらパラメータの動きも完全に記録することができます。定番としてスネアのロールをピッチで上げていくという手法もオートメーションを使って簡単に実現できます。マスター部分には歪み系のエフェクトが用意されていまして、例えばこちらビットクラッシャー系のエフェクトですね。 0% でこのエフェクトの効果なし、上げていきますと効果が強く、このあたりもオートメーションを変えても面白いですね。その他にはサチュレーター系、サウンドに味を出して太くするという効果も得られます。この中央からはフィルター、低域のカット、広域のカットという感じ。前回こちらカットで説明しているものの全体バージョンとお考えください。そして最後にこちらですね、クリップを防いでくれるソフトクリップ、これを点灯させるだけで効果がオンになります。その次、この各キットですね、個別にですね DAW に出力したいという場合もあるかと思います。各 DAW のパラアウト方法は記事に記載しておきます。キューベスの場合は音源ブームの右ですね、今マスターのみ有効になっていますので、こちら全出力有効化、これで1から8までの出口ができます。あとは各キットをこの出口に割り当てていくという感じです。こちらプレイバックの M と書いてある、それぞれ出力先を決めることができます。例えばキックを1、そしてスネアを2みたいな感じですね。ハットを3の、そして SE を4、確認してみますとキック、そしてスネア、ハット、 SEのような形です。この一番上はマスターになっていまして、マスターはリバーブ成分や先ほどご覧いただいたエフェクト結果も含まれます。そしてこれらサウンドを波形として DAW に持っていくこともできます。まずエクスポートボタンを押します。前回からですね、様々な編集を行っていますけども、このローというのはこの編集前、素の波形を書き出すことができます。目的のものをですね、ドラッグ&ドロップすると、このような形で波形で持っていけるほか、オールをですね、ドラッグ&ドロップすると、一斉にエクスポートも行えます。この際便利なのが他製品のサンプラーですね。例えばバッテリー。これをですね、ドラッグ&ドロップすると、このようにサンプルとして書き出すことができます。純正のグルーブエージェントにもですね、入れることができます。この書き出し、一つ注意点がありまして、オーディオファイルを書き出した際、この XO はあらかじめ指定した場所にもオーディオファイルを生成します。その場所を決めるのがこちらセットになります。クリックするとこのように場所を決められますけども、例えばこれをデスクトップにしたとします。そしてオーディオファイルをこのように書き出すと、今デスクトップを指定しましたので、次々にですね、オーディオファイルが作成されてしまいます。そのためですね、このようにフォルダを作っておき、そのフォルダを保存先と指定すると、同様に書き出した際に、しっかりとこの中に収まりますのでおすすめです。またこのフォルダ自体を外付けハードディスクに保存しておくというのも一つの手かと思います。そしてこれらエディットを加えたキットを書き出すには、まずサウンドをレンダーする必要があります。この部分をクリックしますと、レンダーが始まって、
これら編集結果を含めたサウンドを持っていくことができます。このあたりもかなり気が利いている機能かなというふうに感じました。そして一度レンダーしますと、この部分ですね、パターン全体の2ミックスを書き出すこともできます。ぜひですね、作業用途に合わせて柔軟に使い分けてみてください。そして今回の最後に、今までの解説を行った全工程をプリセットとして保存しておくことができます。その方法も非常に簡単で、こちらセーブをクリックします。あとは名前をつけてセーブをします。そうしますとこの状態、すべてが保存されますので、他の楽曲でもすぐに呼び出すことができます。はい、といった形で XO の解説、全4回にわたって進めてきました。ビートを効果的に構築できる機能が盛りだくさんとなっています。デモ版も用意されていますので、ぜひ使用してみてください。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。当シリーズをご視聴いただき、ありがとうございました。